自身のチンポから生成されるチンカスを小瓶に貯めている俺。多様性。光に当てるとキラキラと光って綺麗だったため、玄関の靴箱の上に飾っているところに、隣に引っ越してきた浜辺美波ちゃんが律儀にも挨拶にやってきてくれた。女性と話すことに慣れていない俺は終始しどろもどろになっているのを気にしてくれたのか、美波ちゃんはチンカスの入った小瓶を指さしながら、それって沖縄の星の砂ですね。質問。慌てた俺は小瓶を手に取り、毎年沖縄に行ってまして、よかったらどうぞ。なぜかプレゼントしてしまった。どうせ受け取らないだろうという思いとは裏腹に、みなみちゃんは満面の笑みで、もらっちゃっていいんですか、やったと無邪気に小瓶を受け取ってしまった。翌日、出勤時間がたまたま同じだった俺と浜辺美波は玄関先で挨拶を交わした時に、ちらっと浜辺宅の靴箱の上に飾られているチンカス入りの小瓶が目に入る。それを察した浜辺は俺に向かい、この星の砂磯の香りがすごいですよねと微笑む浜辺美波の表情から、あれもしかしてと心揺さぶられた。なるほど、これはいい小説だね。あ、すごい、素晴らしいです。これはすごい小説じゃない、なかなか。これあげよう。パン、何言ってんだおい。聞こえないぞ。なんでコンサート来たのに全然聞こえないじゃないか。俺らは